手を差し伸べて雨に負けそうな小さな声で家に帰ろうと言ってくれたね。PV の撮影に来てるわけなんですが、池袋にある猫カフェに来ております。はい、今女優さんとですね猫が戯れているというそういうシーンの撮影中なんですが、ちょっと見てみますかね。カメラさんあちらです。いいですね、どっちも。あの猫ってあんなに懐くんですね。僕ね猫飼ったことないんですよ、まあ、ブログとかでもよく、ね、言ってるんですけど、フェレットは結構飼ってるんですが、まあ、家で5匹です、まあ、飼ってるんですけどね、猫初体験なんで、まあ、僕もこの撮影の合間にちょっと仲良くなって帰ろうかなと思います。嫌がられた嫌がられました。はい、その子がお気に入り？なんかこの子すごい人懐っこいらしいです。でもなんか尻尾振ってる猫ってなんか怒ってるらしいんですよ。めっちゃ尻尾振ってる。きのこ。どうしよう仲良くなれなかったら。きのこと仲良くなれそう？きのこなんか逃げる。猫カフェに来てみてどうですか？楽しいです。でも辛いね、逃げられるから仲良くなれない。猫とキノコ、キノコ、ね、なんで逃げるの？キノコ、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 仲良くなれない。ご飯前なので落ち着きがないので今ちょっと難しいかもしれないですね。いいですか？はい、ちょっときのこ、きのこ狙いでいこうと思って。わ、すげえ集まってきた。おご飯のせいだよ。ですよね、絶対ご飯のせいだと思う。いいと今来ました。今すごい一匹一匹餌が目の前に出してあげる。すごい並んで食べてる。自分の来てないと待ってる。いい子。すごいね。こんな光景見せるやつないよね。おかしいよねこれね。すごいよね、並んで食って。めったに見れる光景じゃないですよね。おかしい。あのなんだっけ、あとあのツミネコってアプリ知ってる？あ、知ってます。リアルツミネコな感じだよね。あ
仲良くなろうよ。あんまりがっつかない方がいい。絶対食べられるこいつ。食べないよ。ねえキノコ。さっき食べたいって言ってたじゃん。ちょっと引っ張る、控えめにアピールしなきゃ。仲良くなれそうですか。ちょっと今仕方されました。ほら、ちょっと頑張ります。頑張ります。口説きます。いいよ。仲良くなろう。寝ないで。ねえ、おい。食べてくれた。昨日もう一回。寝ないで起きて、キノ寝ないで、起きてキノ、キノ起きて寝ちゃダメ。できればあまりゴージャスじゃない子の方が。この子が本当の捨て猫だったんですよ。あこの子は可愛い。はい。でこの子を捨て猫だったんですけど、この子もこの抱っこは安心安定しやすいと。さっきの、はい、抱っこの仕方で。うん、この子チャレンジ。イメージに合ってるね、この子の方が。うん、え、超可愛いじゃん。めっちゃ怒ってる。え、怒ってる。尻尾振ってるのって怒ってるらしいです。え、マジで。今まで一番いいやな。いいです。あ、いい。固まってる。もう限界だ。もうだいぶ怒ってます。結構いいです。一瞬すっごい子がこっち向いたとき、こうやって来そうで引っかかれるかと思った。やられてからが勝負。一発やられてからが勝負。この先の撮影、ここに傷ありで。そうめっちゃかっこいいね。ね、さっき拘束しちゃったから。なんかゆきくんの方があれじゃないですか、猫に懐かれやすくないですか。そうかな。めっちゃおとなしかったもん、さっき。パーカー借りようかな。めっちゃ怖い。死んでる。え、めっちゃ怖い。お魚な感じですか。ねえ、お魚じゃないこれ。これってしないでね、しよう。力強いから。力関係。そうなんですよ、ね。あれの方が偉いんだって。ですよね。はい。同じ高さに登ってきたので。はい。大変ね。これで、うん、逃げないのが。お魚だから待ってた。お魚の方がまた可愛い。はい、チーズ。
かっこいいかっこいい。一緒に撮ろうよじゃん。撮影してんのに。撮りまーす。三、二、一。あれだね。めっちゃ決めてる。あの入江さんのお客さんに反感買うね俺。いやうちもそれ言えると。え？ナイフ持ってくるかもしれない。だよね。こういうのも撮るんですか？撮りたいみたいな。絶対怖い。めっちゃ毛立ってんの。尻尾でバシバシ叩かれるかもしれない。痛い痛い。じゃあもうなんかね、うちも近づかない方がいいかなと思って。とりあえず今ね。下手に近づくとなんか。あ、連れてきたよ。お、お、来た来た来た。すいません。また。はい。あ、怖い。頑張れ。頑張れ。めっちゃ怒ってるめっちゃ怒ってる。30秒でいい。はい。あ。で抱きしめる。頑張れ。頑張れ。頑張れ。やだ。猫の顔が。猫がね。もう怖がってるんだよね。頑張った。頑張った。休憩。休憩。いや、汗がすごい。いけた？割といけた。ごめんなさい、すごい顔がこわばっちゃってたかも。猫と目が合うんですよ。うん、目が合うと。えねえ、やめろ、覚えてろよ。怖い怖い。めっちゃ冷や汗かいてます。もうちょっと頑張る。もうちょっと頑張る。もう一回いけたら、はい、最高です。頑張ります。若干時間をこう。ちょっとね、ほっといた方がいいかもしれないです、あの子。じゃあ、スイッチ今日だけで猫怖いです。抜け毛がこんな今日だけで猫恐怖症になりそうです。本当に手汗がすごい。よろしくお願いします。ゆりさん、あの彼に挨拶を。入江理香です、よろしくお願いします。はい、あ、よろしくね。多分手でかいけど大丈夫ですか？頑張って怖がらないようにした方がいい。はい、右手で。すいません、ふつつかなものですよ。すいません、よろしくお願いします。すいません、失礼します。さあ、今日は、池袋の猫カフェに来てるんですが、君と僕の PV 撮影ということで、今日は、出演していただいている、入江理香さんにちょっと質問したいと思います。こんにちは。こんにちは、入江理香です、よろしくお願いします。今回ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。あの君と僕というね、ペットが人間に恋をするっていう曲なんですが、すごい素敵な曲ですよね。ありがとうございます。だっけ、なんて言うんだろう、心があったかくなる。嬉しい嬉しい。まあ、今日ね、一日猫と触れ合って撮影してもらったんですが、どうでしたか？触れ合ったっていうより、なんか拘束してた感じしか。あ、なるほどね。まあ、猫ちゃんもね、やっぱ限界があるからね。すごい猫さんに、すごい。猫とね、ここまで戯れたことがないんで、こんな大変なんだなって。そうですよね。猫飼ってる人は大変なんだなと思いましたね。まあ、猫撮影は今日終わりまして、またね、これから数日撮影ありますんで、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、こちらこそ。
怖い、この子怖い。この子怖い。それじゃない方がいいか。怖いわ。何があったんですか。いや、この子怖いわ。僕は今やったことをもう一回この前でやる勇気があるか。とりあえず、あなんか棒持ってるとツンツンしたくなる。あ、今絶好のチャンス。今そっちじゃない。そっちじゃない。気を疲れたぞ今。あえての俺か。拾いました。いかんそれは。あとか、あとかやめなさい。何やってるんすか。まあ、魔法少女になろうとしてるんです。恥ずかしいな。じゃあしなきゃいいじゃない。ん。じゃあさっきこれで写真撮ったんですよ。で、私事務所に何やっても OK って言われてるんで。ああ簡単だね、事務所ね。事務所に、はい。お前は何でもいいよって。これすごくないですか。え、すごくないですか。バトン。はい、バトン。うちバトンね、小学校の時やってたんですよ。雰囲気が出る。暑いっていうか、カラスがちょっと嫌な飛び方をしてますね、近所を。狙ってるんですよ、お弁当。さっきうちでもマジで狙われんね、これね。バッグ貼られたもん。狙ってないと大丈夫です。それでもうちが任せたよ。うちがいるんで任せてください。絶対暑いよ、これ。この衣装今日これ暑いと思うんですよ、この衣装。今日朝から首を寝違えたのか、首が痛くて、ちょっとまあこういう中で PV 撮影っていうのをこう初めてなんですが、首が痛いのを隠します。来たカップルみたいになってますけど、カップルに見えます。カップルに見えます。カップルこんなすごい緩い、こんな感じ。すごい緩いカップル。何しに来たんだろう。なんか帰ろうっつって。弁当食いに来たんだ。弁当食って帰ろう。もうこんだけありますからね。もうね、食い放題だから。前半いかがでしたか。楽しかったです。すいません、食中。このコメント。おいしいな。見て、楽しいな。熱い。あ、先生、千々さん、前半演技とても良かったです。そうですね、ヘリから飛び降りるシーンはちょっとスタントがいなかったので。はい、カットです。ありがとうございます。おいしいです。今本当にヘリから突き落としたい気分でいっぱいなんだけど。そこまで。あ、でもその突き落とすヘリ代はチリチリさん払ってもらっていいですか。どこまで僕は損をすればいい。
つめながら大きな手を差し伸べて、雨に負けそうな小さな声で家に帰ろうと言ってくれたね。今